今日は朝ちょっと雨があったんですけども、途中から晴れまして、ちょっと寒かったんですけども、無事終了させていただきました。マイクを持っての演説をしなくちゃならなかったんで、ちょっと最初は戸惑ったんですけども、車の中の人たちに支えられながら無事終了させていただきました。まだ余裕ありますけど楽しんでこの5日間させていただきました。明日の投票はぜひ高梨忠弘にお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。